みなさんこんにちは、オルタナの内藤です。ウィン、めっちゃ響く。渋谷ジャパンです。はい、ということで、今回はですね、ちょっといつもとは違う風にですね、何をするかというのはですね、はい、皆さんからあ、こんなものをね、もう衝動買いしちゃったんですよ。すごい衝動買いだな。これ買う人いる？衝動買いの癖が強いけど。強いよ、すごい。これ指に指をはめられるっていう。癖がすごいよ、これ。面白くない？これこの商品レビューを、まあ、メインチャンネルで上げるのもなんだったかな。わ、すげえリアル。こんな感じ。うわ、これいいね、面白い。これ驚く。かわいい。握手するときにここ出てきたの。どの手に握手すればいいのみたいな、ね。そうそうそう。あ、これ面白いな。わあ、娘の誕生日プレゼントには買ってあげよう。やだろ、娘。いや、娘いんのかいってツッコミでしょ。いや、将来的にね。将来的に。あ、いいじゃん、いいじゃん。ちょっとアップで。あ、面白い、面白い。なんか血管とかも出てるような感じのリアルさ加減。1、2、3、4、5、10、15本。ちげえよ。15本じゃない。いや、15本でしょ。ちげえだろ。え、5の5で、ここ25だ。計算ができない。うぇー、あおー、みんなのハート、うぃーっす。ということで、はい、まあね、これはもう終わりなんですけど、質問コーナーを久しぶりにやろうかなと思いまして。やりました。はい、皆さん質問コーナーですよ。誰もいねえんだよ今。はい、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。質問コーナーありますよ。今誰もいない時間帯なんだ。はい、じゃあそこの君、質問あるかな。ねえよ。質問コーナーをしようと思うので、質問募集です。イエーイ。はい、このね、動画のコメント欄にぜひ書いてほしいですね。ほんと、何でもいいんでね。何でもいい。どんな些細なことでもいいんでね、書いてくれればね、うん、そう、もしかしたら採用されるかもしれない。期間は、まあ、大体1週間後ぐらいに撮影しようかなと思ってるんで。大丈夫？短くない？リオ五輪までじゃなくて大丈夫？だから長えんだって。たまにそのオリンピックまでのボケ使うけど。リオ五輪公式サポーター、お任せください。やってねえだろ。蚊が多い。蚊がいるんだよ、ここは。食べんな、バカ野郎。バカ野郎。弾丸バカ野郎。なんで食べるんだ。顔食べんな、バカ野郎。変わった場所で撮影したいなと思ってるんですよね。そう、やっぱオルタナね、普通に回答するだけじゃなくね、うん、そうそうそう、ちょっと変えてきますよ、そこら辺も。いいんで、自分で言わなくて。まあ、なんかいろいろ考えてて、まあ、釣りしながらとか、うん、富士山の麓でとか、うん、ちょっといろいろ場所とかもこだわってね、やりたいね。だ、まあ、基本腕毛に関する質問がいつも7割ぐらいだから。そう、まあ、ある程度いろんなバラエティー、まあ、1人何回でもいいから。あ、そう、うん、過去にも質問コーナー何度もやってまとめたのを出しとくんで、うん、過去にちょっと答えたのは採用されにくいかもしれない。そうだね、過去にやったのはちょっとまあ被っちゃうから別のにするかなっていう。そう、2人の出会いとかも過去の質問で答えてるんで、うん、ちょっとそれをね、過去の見て、うん、あ、これまだ聞いてないぞっていうのをね。まあそうだね、バシッとやったら採用されるかもしれない、うん、それぐらいだね。いや、触んなよ。気持ち悪いから。さあ、ということで皆さんの質問お待ちしてますよ。誰だよ。どうも、菊川玲です。なんでだよ、お前。小倉さん、菊川玲さんを。は？小倉さんでしょ。なんでニュース番組やってんの。ということで、皆さんからこの真夏の太陽のような熱いコメント、はい、待ってるぜ。全てがやかましい。全て。